おはようございます。エナホームページ通販塾の新田秀弘と申します。今日は、ホームページの活用事例ということで説明させていただきます。新規開拓、皆さん私もそうですが大変大事な営業です。その中で、ある金型メーカーの、メンテナンスの会社をされている方の事例を紹介いたします。もちろん金型ですので B2B ビジネスとビジネスで、対企業向けの、ホームページを作りました。そしてホームページなんですが、こちらですけども時代性があります。現在50歳とか60歳の会社の決裁権を持っている社長さんたちってなかなかホームページに使うのが苦手なんですね。でホームページは必要なんだけども、ハンコをこう実力を持っていらっしゃる方にはなかなかリーチできないっていうことで、もう一個、ホームページ活用とともにファックス DM を打ちました。こちらの方は直接アナログな方法なんですけれども直接社長さんたちに見ていただけるということで、ハイブリッドで、混ぜて営業するわけです。その結果ですねファックス DM としてわずか100枚程度の、営業だったんですけれども、新規の開拓ができたということを聞いております。B2B というのはこのようにですね電話番号もメールアドレスも、そしてホームページもありましてこちらから営業しやすいというメリットがあります。それを、自社にどう生かすかということで、提案をさせていただいております。以上です。